ジークフリート・レンツに税関理の息子として生まれる。幼い頃に父を亡くし、しばらく母と離れて祖母の家から学校に通った。1943年にアビトゥアを取得後、海軍に徴兵されるが、デンマークにて逃亡、シュレースビヒホルシュタイン州でイギリス軍の捕虜となり、イギリス軍の通訳として生活した。終戦後ハンブルク大学で哲学、英文学、文芸学を学び、中退後、ディベルト紙の見習いを経て、同誌の編集者となる。1951年、空には青鷹がいたで、作家としてデビュー。同時期に47年グループに参加。エミール・ノルデをモデルにした1968年の国語の時間で大きな成功を収め、現代ドイツを代表する作家の地位を確立した。その他の作品に、楽しかりしわが闇市、アルネの遺品、遺失物管理所などがある。政治的には、ビリー・ブラント首相の東方外交を支持、ワルシャワ条約締結の際には、ワルシャワに招待されている。2003年には、ハインリヒ・ハイネ大学客員教授に就任。2014年ハンブルクで死去した。ありがとうございます。